テグムは朝鮮の伝統音楽で広く使用される感覚器である。超、チョッテとも呼ぶ。音質は非常に澄んでおり、低音は深く神秘的な音が出て、高音は耳に響く伸びやかな音が出る。太く長い竹に穴を開けて作られる横笛で、左の肩に乗せて演奏するため、首を左にねじらなければならない。用の東西を通じて、このような形で演奏される。 唯一の楽器である。長さは80センチメートルを超え、ラッパとともに、朝鮮の伝統管楽器の中で最も長い。手ムは、王朝の宮中遠礼楽テプンニュ歌曲の伴奏、民族舞踊曲、シナビなどに広く用いられ、現代の映画音楽やポピュラー音楽にも使用される。朝鮮の伝統音楽の典型的な編成法である、三弦六角を、キャンピリ二個。 ヘグムチャングプックと共に構成する。小楽テグムと独創用である三条テグムとに区分され、小楽テグムの方が三条テグムより長く音がより高い。朝鮮の伝統楽器の中で最も改良が遅れた楽器である。テグムはチュングムソグムと合わせて三地クと呼ばれる。テグムは倉骨地区で作れば良い音が出る。竹でできた管の上端は塞がっており、 少し下に横向きに吹くための吹き口があり、さらに少し下に進行が開けられるが、ここに足のない火をつけ、その振動で特殊な音色を出す。管の中央には上面に6個の指向が開けられ、仮面には使われない7成功が1つから5つ、開けられる。演奏法は、創描お及び等楽系音楽を演奏するときと、合楽系音楽を演奏するときでは異なる。この記述には、 ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科事典、グローバル世界大百科事典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。